GP は2月1日日から3日間、マレーシアのセパン・インターナショナル・サーキットでシェイクダウンテストを行う。ホンダとヤマハは優遇措置を活かしてファクトリーチームのフル参戦ライダーを投入する予定だ。本来、このシェイクダウンテストには各メーカーのテストライダーとルーキーのみが参加できる形となっている。しかし昨年終盤に苦戦が続く日本メーカーの復活を助けることを目的とした。 新しいコンセッション、優遇措置、制度の導入が決定。ホンダとヤマハはテストの制約やそのほか開発条件が緩められることになった。そのため2月6日から始まるプレシーズンテストに先駆けて、シェイクダウンテストからこの2メーカーはフル参戦ライダーを送り込めるのだ。ホンダからはジョアン・ミルとルカ・マリーニが参加。なお3日間のうち2日間の参加になる模様だ。 ヤマハからもファビオ・クアルタラロとアレックス・リンスが参加し、こちらも2日間の参加になる。見るとクアルタラロ、2人の世界チャンピオン経験者がシェイクダウンから参加するという少し奇妙な状況だと言えるかもしれない。なお、ホンダはステファン・ブラドル、ヤマハはカル・クラッチローと両陣営のテストライダーも当然テストに参加。KTM はダニ・ペドロサ、アプリリリアはロレンソ・サバドーリ、カティはミケーレ・レピッドが参加する。 そして今年唯一のルーキーであるガスガスのペドロ・アコスタもシェイクダウンから参加し、元 g p マシンへの適応を進めることになる。元 g p はその後2月6日から8日にかけてオフィシャルプレシーズンテストを実施。2月19から20日のカタールテストを経て、3月8日に。